ローツアンパは、ネパール系のブータン人を指し、異なる多数の民族からなる。ブータン南部の出身であることから、ローツアンパは、広報で南部人を意味する。2007年以降、ブータン難民となっていた大半のローツアンパは、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、イギリス及び他の欧州各国へと、第三国定住をした。現在では、ネパール国内のローツアンパの人口は、 最低10先の米国などと比較すると極めて少ない。初期の小規模なネパール系移民は主にインド保護下のネパール東部の出身であり、19世紀後半から20世紀初頭にかけて移住してきた。ネパール系移民の始まりはブータン政治の発達と一致する。1885年、ウゲンワンチュク国王は長年の政情不安を解決するため権力を強化し、 インドの創始国であるイギリスとの親密な関係を築いた。1910年にブータン政府は英領インドとブータンの外交権を委任する条約を締結した。ネパールやインドからの移民は1960年代から爆発的に増加した。この時代にブータンでは第一次5カ年計画が始まり、多くの移民は建築労働者としてやってきた。 1980年代までに、ブータンの人口の28%が、ネパール系となっていたと、ブータン政府は推計している。非公式な推計によれば、ネパール系の割合は30%から40%にも、上り、ブータン南部で多数派を形成しているとされる。1980年代後半時点での合法な、ネパール系永住者の割合は、 全人口のわずか15%であろうと考えられる。政府は長年移民抑制の取り組みを続けており、南部におけるネパール系の居住、雇用を制限してきた。1970年代から1980年代にかけての自由主義化の取り組みによって、移民族間の結婚が推奨され、公共サービスを享受する機会が増加した。ブータン政府は、 教育やビジネスの機会を求めて、ネパール系住民が国内移住することを許可した。しかし、ヒンドゥー教徒のネパール系住民の存在が原因で、1980年代から1990年代初期にかけて国内分裂が発生した。1988年の国勢調査により、政府は多くのネパール系住民を不法移民であるとした。ローザンパの指導者は、 政府の指示に対抗して市民権を要求する G 行動と武力行使で応じた。1989年にブータン政府は法律を改正し、その影響はローツアンパに直撃した。第一に国定のドレスコードであるリグラムナムジャの扱いを推奨から義務に変更した。ローツアンパを含めた全国民は勤務時間中に公共の場で、 このドレスコードを遵守することを要求された。この法律にローツアンパたちは憤慨し、ガロップ族の民族衣装を強制されることに不満を示した。第二に、政府は国語であるゾンカ語を優先し、ネパール語を学校教育から排除した。ローツアンパの多くは、ゾンカ語を全く知らないため疎外感を感じた。1980年代以降、政府は違法移民だと主張し、 10万人以上のロ老ンパをブータンから強制退去させた。1988年から1993年の間、民族的、政治的な抑圧を受けたとし、その他に何千人ものロ老ンパが出国した。1990年に南ブータンの過激な反政府組織は民主主義の拡大とマイノリティを尊重するよう強行に主張した。同年にほとんどが ローツアンパで構成されたブータン人民党はブータン政府に対して暴力運動を開始した。このような不穏な状況がもとで多くのローツアンパがブータンを去った。ブータンを去ったローツアンパの多くはネパール国内の7カ所の難民キャンプに入るかインド国内で働くかをした。2008年のアメリカ合衆国国務省による推計によれば 排除されたブータン難民を国民として参入すると、ブータンの人口の約35%がローツアンパとなる。ほとんどのローツアンパたちは、定住農業を代々営んできた。一方で、森林を伐採し、焼き畑農業やチェリー農業を行ってきた者も,もいる。ローツアンパは一般にヒンドゥー教徒に分類されるが、これは現実を過度に単純化している。というのも、 タマン族やグルン族といった仏教徒が多数を占める民族も多くある。また、大族やリンブル族、キラト族はその多くがアニミズムを信じており、キラント教の信者である。ヒンドゥー教徒であれ、チベット仏教徒であれ、ローツアンパのほとんどが菜食主義の正当破壊層に属しており、牛肉食を近畿としている。主要な祭典には、ダサイン、ティハールがあり、外見上は、 インドの d r d に類に似ている。事実の過度な単純化は、ローツアンパがブータンへ移住してきた時期についても見られる。ブータン政府は1958年以前から居住しているネパール系国民をすべて受け入れた。しかし、1960年に第一次5カ年計画が始まると、ブータンに入国する移住者が爆発的に増えた。移住者の数は著しく増えていき、 後に政府による取り締まりを招いた。ブータンの行政区画を示す地図。ローザンパはサムチェ県やチラン県、サルパン県といった南部に居住する。ローザンパはネパール語を大一言語とする。サムチェ県、チラン県、サルパン県といった南部の県には巨大なローザンパのコミュニティがあり、そこではほとんどの人がネパール語を話す。ブータン南部ではかつては、 学校でネパール語が教育され、人々は会話や読み書きにネパール語を使用していた。しかしながら、1980年代に、ブータン国内のネパール系住民とブータン人の間で激しい対立があり、状況は一変した。以来、ネパール語は家庭でしか教えられなくなり、ブータンでは公語としてのみ使用されるようになった。それゆえ、 南ブータン出身のネパール語話者の中にはネパール語の読み書きができない者も,もいる。現在でも南ブータンではネパール語を大一子供とする人がほとんどで彼らは家庭でネパール語を使っている。また、ネパール語は学校において授業外で最も一般的に使用される言語でもある。ブータン国内で使用されるネパール語は首都ティンプルと地方部とでは差がある。また、 ネパールとブータンではネパール語の単語が異なることがある。ありがとうございます。